状況はどうだ。現在クロノス艦隊は4隻でフェイクリード星系に向かっています。この速度だと7時間以内には我々と接触します。4隻だと？一体どういう目的だ。艦長、クロノス艦から通信が入っています。スクリーンに出せ。私はクロノス中央政府大統領ムータルです。大統領ですって？おいおい、どうして大統領が？マジかよ。大統領閣下、お初にお目にかかります。私は銀河連邦所属艦チャールズ・ディ・ゴールの艦長を務めております、エマーソン・T・ケニー大佐と申します。光栄です、ケニー艦長。こちらこそ光栄であります。ところで、大統領閣下自らこんなところへ、どのようなご用件で？単刀直入に参りましょう。我々クロノス中央政府は現在、軍上層部の一部と連絡が取れない状況にあります。アルマ将軍ですか？やはりすでに事情をご存知のようですね。我々クロノス中央政府としては、現在締結されている銀河連邦との中立協定及び CFNZ に関する協定を破棄する意思は一切ありません。この決定を不服とするアルマとクロノス軍内の反銀河連邦派が結託してクーデターを企てたようなのです。その情報に誤りはなさそうです。このまま内戦状態に入り、さらに銀河連邦と全面戦争など、それでクロノスに未来はあると本気で思っているのでしょうか。我々クロノス中央政府は正式に銀河連邦に支援を要請します。我々は連邦と協力してアルマ将軍のクーデターを阻止したい。要請を受けてまいりました。直ちに銀河連邦司令部にお伝えします。フェイクリード政権にご到着されるまでには決定をお伝えできるよう尽力いたします。艦長のご尽力に感謝します。良き返事をお待ちしています。ムータルより以上。私は自室で司令部と話をしてくる。ドラクロは後を頼む。了解。さっきまで敵だった相手を信用していいのか。アルマ将軍とその一派が敵なのであって、クロノスが敵だとは限らないさ。だがグルだって可能性もあるだろう。進んだ科学は間違った使い方をすれば、それこそ億単位の人を一瞬で殺してしまう危険性がある。下手をすれば文明すら滅ぼす。だから戦争はしないというのか。奇弁だな。我々の文明レベルに達すると、たとえ敵でも簡単に戦争というわけにはいかなくなるんだ。それだけの技術を持たない我々未開人には理解できないってことか。そうじゃないんだ。悪かった。この話はここまでにしよう。決断を尊重する。ありがとう。クロノス艦隊が通常空間へ移行、5分後フェイクリード4号星の周回軌道に入ります。分かった。外交施設艦隊としてお迎えするんだ。くれぐれもシールドを上げるな。よし、スクリーンへ。閣下、申し訳ありません。まだ司令部より連絡が入っておりません。
時間がかかるのも当然です。ゆっくり待ちましょう。ありがとうございます。艦長、連邦司令部より通信が入っています。スクリーンへ。ディーン司令、すでに大統領閣下はこの中域に到着していらっしゃいます。わかった。ムータル大統領閣下、お久しぶりです。ディーン司令、こちらこそ。早速ではありますが、銀河連邦緊急安全保障理事会の結論をムータル大統領およびケニー艦長にお伝えしたいと思います。はい。ケニー艦長からの報告書および公開データをもとに慎重に検討した結果、クロノス中央政府の支援要請を受諾することに決定しました。銀河連邦司令部として連邦の最大の目的である平和維持の観点から、今回の事件においてはクロノス政府軍と協力し、平和的手段をもって治安維持に当たるべきと判断しました。ありがとうございます。しかし、アルマ将軍率いる反政府軍が抵抗する場合は、軍事的解決もやむを得ないと考えております。なるべく穏便な解決を希望しますが、やむを得ない場合は従います。現在連邦の艦船で最もクロノス領に近く、かつ即座にクロノス中域に急行できるのはチャールズ・ディ・ゴールのみとなります。よってケニー艦長、君を連邦の大使として任命する。はい、謹んでお受けいたします。ケニー艦長、応援の艦隊は送るが、速度的に見ても事実上単独の作戦となる。クロノス政府軍と協力して任務に当たってくれ。心得ております。大統領閣下、以上となりますがいかがでしょうか。最大限のご配慮、心より感謝します。ではこれで失礼いたします。ケニー艦長、頼んだぞ。詳しい指示に関しては後ほどデータを送るので確認するように。了解しました。ディーンより以上。大統領閣下、改めてよろしくお願いします。こちらこそ。早速ですが、我々が掴んでいるアルマ将軍たちの潜伏中域に関する情報を提供しましょう。すでに掴んでいるのですか。我々もただ手をこまねいて見ていただけではありません。反乱分子はクロノス第四宇宙基地から300光年ほど離れた小惑星帯に密かに基地を構築しているようです。データを送りましょう。潜伏先が分かっているのであれば早速向かいましょう。分かりました。本星側からもクロノス政府軍の艦隊が向かっています。ちょうどいいタイミングでランデブーできそうです。反政府軍の艦隊は何隻ですか。10隻以上は。数以上に問題なのは、反乱分子側に主力戦闘艦がいることです。なるほど、厳しい戦いになりそうですね。我々はそちらの船について行きます。よろしくお願いします。エマソンより以上。推力2分の1で軌道を離脱後、先ほどの地点に向けてコースを取れ。ワープ14だ。了解。推力2分の1で軌道を離脱、目標地点にワープ14で巡航。ポイントまでしばらく時間がかかる。各自準備しておいてくれ。通信が入っています。誰からだ。わかりません。送信元は秘匿とされています。出ますか。出よう。スクリーンへ。やはり来たか。
ケニー艦長。これはこれは、アルマ将軍閣下。よくぞ生き延びた。戦場でまみえようという希望が叶ったか。我々は連邦の大使として治安維持のために向かっているんだ。戦闘が目的ではない。たちの悪い冗談だ。連邦が治安維持、どの口がその言葉を吐く。戦闘をせず解決したいというのは本音なんだがな。脅しをかけて我らの主権を奪い、傲岸無知にも無条件降伏を要求するか。我らをどこまで愚弄する。我々は平和のために連合を組んでいる。間違っても銀河連邦への参加を強制しているわけではない。奇弁を。まあいい、議論の時期はとうに過ぎた。銀河連邦の本質は戦闘集団だろう。完成した時空紋章の力を試すにはまさにうってつけの相手だ。まずは貴様らと祖国を連邦に売った裏切り者どもを血祭りにあげ、神聖クロノスの呪しをあげてくれるわ。交渉決裂とは残念だよ。ふん、実験体の保護者を気取る小僧、どちらが真に紋章を使いこなせるか見せてくれるわ。発信地点は？ムータル大統領からの情報にあった小惑星帯のようです。堂々としたもんだ。今の通信内容と解析結果をムータル大統領の機関にも送ってくれ。了解。アルマ将軍らが潜伏する小惑星帯へはあと16時間ほどかかる。平和的な解決をするにしても戦うにしても決戦は明日だ。今のうちに体を休めて英気を養ってくれ。リフト前に集合だ。フェイクリードはどうだった？自然環境は至ってよく綺麗なところでした。そうか。フェイクリードの国同士が争っていたと聞いたが。どこにでも争いの種はあるものですね。思うところはあるだろうが、我々は干渉すべきではない。はい、肝に銘じておきます。それと艦長の現地女性への干渉も監視してくれ。はあ、そうですね、しっかり監視しておきます。ミキは足の裏をコチョコチョされるの好きなんだよね。え、嫌だよ、くすぐったいし。でも嫌よ嫌よも好きなうちなんでしょ。誰に教わったの、そんな下品な言葉。マーソンさんね、あのおじさん許さない。ミキ怖い。
こんなところでどうしたんだ。フィデルこそなんだか寝つけなくてさ。私も。なんかさ、すごく遠くへ来ちゃったね。確かに遥か空の彼方だからな。それもそうなんだけど、私たちレスリアの誰も知らないようなことを知っちゃったし、体験しちゃったでしょ。そうだな。スタール村でテッドと遊んでいたあの頃がずいぶん遠い昔に感じるんだ。遠くへ来た。最近なんかフィデルも遠い。そんなことないよ。遠い。戦争とかフェリアのこととかあるから仕方ないんだけど、遠くばっかり見てる。ごめんな。謝らないでよ。私が悪い子みたいでしょ。そりゃ困ったな。ずっと隣にいてね。置いていったりしたら許さないから。わかったよ。明日はフェリアのために全力で頑張るから、今だけわがまま言ってもいいよね。フィデル、そばに。貴様のやり方ではクロノスは救えぬ。銀河連邦の奴隷になるだけなのだとなぜわからん。今内戦を起こしても国力を疲弊させるだけだ。腰抜けが。貴様にクロノスを治める資格はない。これ以上の議論は無用。連邦も腰抜け政府もまとめて叩き潰してくれる。すまないな、ケニー艦長。大統領閣下、これ以上の説得は難しいと判断します。交戦もやむを得ないでしょう。ああ、我々も覚悟を決めたよ。それでは閣下の上官は戦場より距離を取ってください。あとは我々にお任せを。ありがとう。期待している。艦長、敵艦の3隻が攻撃態勢を整えつつあります。わかった。みんな作戦行動を開始する。我々は銀河の平和のためアルマ将軍率いるクロノス反政府部隊と交戦する。フィデルたちはオチビちゃんたちのために動いてくれ。わかりました。よし、クロノス政府軍を含む全艦に通信回線を開け。通信回線開きました。私は銀河連邦所属艦チャールズ・ディ・ゴール艦長、エマーソン・T・ケニー大佐だ。ムータル大統領および銀河連邦司令部より任務を受け、クロノス政府軍の機関として行動する。個々の奮闘にこそクロノスの平和がかかっている。諸君らの迅速な作戦行動を期待する。エマーソンより以上。作戦開始。コース90、マーク135に進路を取れ。双方の被害状況を知らせ。当艦への攻撃は全てシールドでガードされました。被害ありません。政府軍は破壊された艦艇が1、その他大破1、9破2、計3艦が航行不能。反乱軍の艦艇は1隻大破のみです。一度引いて作戦を練り直すか。お前ならわかるだろう。
ここで敵に時間を与えるのは致命的だ。引くわけにはいかないんだ。しかしこのまま戦っても被害が増すだけだろう。艦長、僭越ながら。分かってる。それでも敵の首領アルマ将軍を直接叩きに行こう。鍵はフェリアのだ。彼女さえ奪還できれば戦の意味だってなくなる。簡単に言うな。将軍はあの一番大きい小惑星の中にある基地で指揮を取っているだろう。そこにはシールドがあって近づくことすら不可能だ。いえ、可能かもしれません。この宙域へ航行している間、時空紋章についてこれまで蓄積したデータを私なりに解析してみました。リリアさんの力を利用すれば時空に干渉してシールドを無効化することができると思われます。訓練すれば完全無効化も可能でしょう。今の彼女の力でも一部を無効化して我々が侵入するための空間を確保できるかもしれません。つまり敵の首領を直接叩くことが可能です。でも私上手にできるかわからない。精神波を分析して自分もサポートします。リリア、一緒にフェリアを助けに行こう。頑張る。お姉ちゃんを助ける。エマーソンさん、突入の準備をお願いします。了解だ。みんな行こう。転送準備。座標はムータル大統領から受け取ったはずだ。いつもと違って艦隊司令官なんですよ今は。あいにくアルマ将軍のご指名なんだ。あとはよろしくな。頼りにしてるぞ副長。デッキにトランスポーター。時空移動、そしてシールドの無効化。全てが制御できるようになったとしたら。だからこそクロノスは最終紋章として研究しているのでしょう。それがあんな小さな子に埋め込まれているなんて。むしろ生物でないといけないのかと。フィデルでよかったが。何がですか？リリアが心を開いた相手がフィデルで。